出演が5日前ぐらいで決まって、ボコボコだったんですけど、この衣装ね、この衣装、1ヶ月前ぐらいかな、のアイドルライブで着てて、まあ、可愛いなと思って今回来たんですけど、びっくりすることに、むっちゃ窮屈に選んでて、なんか1ヶ月でびっくりしちゃったかな、やばいなと思って、実は、めっちゃ声出しにくいです。パンパンでなんか、
多いんじゃないかな。月曜日なんですけど、大阪のジップの場、ジップの場、私もう本当英語読めなくて、なんか会場さえ覚えてないっていう、ちょっとバカなやつなんですけど、東京モアコレクションというファッションショーが開催されまして、夕方の5時から、もしよろしければ、来ていただけたらと思います。多分岡山だからね、遠いからもう、ほんと来られる人少ないんじゃないかなと思うんですけど、もう来られたらでいいんで、よろしくお願いします。あと、5月16日、やっちの誕生日だ。私のちょっと大親友の誕生日なんですけど、その日に、バヒラカフェ、また夜にさせていただくんで、Twitter、Instagram、Facebook でちょっと確認していただいて、来られる方は、ぜひ来てやってください。まあなんか、じゃあ次は、また、実はね、歌いたい曲があって、その曲がちょっとボツになっちゃって、突然切り替えた曲なんで、うまく歌えるかわかんないんですけど、まあ、大好きな曲、大好きな曲っていうか、昔から結構歌ってる曲なんで、聴いていただけたらと思います。じゃあ、ちょっとお目に遭って、ラブズ。
これからもバニラ岡山の応援よろしくお願いしますということで、もういよ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 早いですね、時間すごい早いもんでラスト1曲になってしまいました。ラストの曲は実はちょっとお母ちゃんがハマって見てたドラマの曲で、また5日前に突然ね、あこの曲いいなと思ってちょっと、まあ、お母ちゃんのために歌ってあげたいなと思って決めた曲なんで、聞いたこともない感じの曲で、まあ歌えるかすごい心配なんですけど、でも有名な曲なんで多分皆さんも知ってます、皆さんは知ってるんで、よかったらフォローを入れながら聴いてやってくれたらと思います、一緒に歌ってもらえたらとっても嬉しいです。ということで次はメイシさんで今言いたくて、よろしくお願いします。
さなさんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。